エルクラーンは2015年のアルゼンチン映画。監督はパブロ・トラペロ。プロデューサーの一人にペドロ・アルモド・バルがいる。スペイン語のエルクラーンとは一族を意味する。この作品は実話に基づいた犯罪映画であり、1980年代初頭に4人を誘拐した末に3人を殺害したプッチオケを題材としている。第72回ベネツィア国際映画祭に、 正式出品され、トラペロ監督が銀次師匠を受賞した。アルゼンチン代表作品として、第88回アカデミー賞外国語映画賞に出品されたが、ノミネートはされていない。監督のパブロ・トラペロ父親役のギレルモ・フランチラ、息子アルハンドロ役のペテル・ランサーに、ブエノス・アイレス大都市圏のサン・イシドロは富裕層が住む地区である。サン・イシドロに住むプッチオケは、 家主のアルキメデス、妻のエピファニア・カルボ、息子3人、娘2人からなる。アルキメデスを中心とするプッチオケは1982年以降に4人を誘拐してその中の3人を殺害した。1985年8月には警察がプッチオケに踏み込み、家主のアルキメデスと息子のアレックスは終身刑を、息子のダニエルは数年間の実刑判決を受けた。 エピファニア・カルボ、シルビア、アドリアーナは犯罪に関与していないということで無罪となった。プッチオケを題材とする映画の制作を考案したのはパブロ・トラペロ監督自身である。2014年末から2015年初頭にかけて撮影が行われたが制作に時間がかかったためにカンヌ国際映画祭に出品する機会を逃した。プッチオケの犯罪の犠牲者の親族であるギジェルも マノウキアンとロヘリアポッシは、早い段階からトラペロがこの映画を撮影する意図について知っていた。彼らはこの映画がシリアスな映画であることを前提に協力し、この事件に関する情報を提供するなどした。2015年8月13日にアルゼンチンで公開され、外して肯定的に評価されている。最初の木曜日から日曜日には50万5000枚のチケットが売られ、 興業収入は3200万ペソに上った。この4日間に映画館に足を運んだ人の53%が本作の観客であり、4日間における本作の観客数は2位のテッド2の7倍にも及んだ。2014年の人生スイッチがアルゼンチンのオープニング記録を保持していたが、本作はこのオープニング記録を塗り替えた。BBC によると公開から、 最初の2週間に150万人が本作を鑑賞した。2015年9月には、ベネツィア国際映画祭とトロント国際映画祭で上映された。2016年9月17日には、シネマカリテやエビスガーデンシネマなど、一般劇場公開が開始され、日本ではミニシアターやシネコンなど、約25巻で公開された。プッチオケを題材とする連続ドラマ、 イストリアでウンクラーンの制作が企画され、アルキメデス・プッチオにはアレハンドロ・アワダが配役された。このテレビドラマは2015年9月9日から放送されている。第72回ベネツィア国際映画祭に正式出品され、トラペロ監督が銀次師匠を受賞した。アルゼンチン代表作品として、第88回アカデミー賞外国語映画賞に出品されたが、 ノミネートはされていない。アルゼンチン映画芸術科学アカデミーが主催するスール賞では作品賞や監督賞を含む12部門にノミネートされ新人男優賞など5部門で受賞した。スペインのゴヤ賞ではイベロアメリカ作品賞を受賞した。アルゼンチン映画批評家協会が主催する銀のコンドル賞では作品賞や監督賞を含む10部門にノミネートされている。 ありがとうございます。